はい、デレクの石本です。今日はですね、フォークギターのグローバルスタンダードといいますかね、世の中のフォークギターの一番定番中の定番とも言っていい大御所マーチンのね、D28 スタンダード、こちらがね入荷しましたのでご紹介しようと思います。はい、今回もね、前回あそこにねちらっとありますけども、トリプル28EC もちょっと選定させていただいてね、いいものを選んできましたですけども、今回もねちょっとその選定させていただける機会をね設けていただきまして、デリックさんがですね腕によりをかけて目に物を言わせてですね一本選んでまいりました。なのでね、なかなか綺麗な木目だし、鳴りもねいいし、ネックの状態もバッチリということでね、おすすめできる一本 ではございます。はい、というわけでまた詳細に見ていただいてね、サウンドチェックもしてみたいと思いますね。では行ってみましょう。こちら D28 スタンダードのねボディでございます。トップはねシトカスプルースね、これもね綺麗なね根がまっすぐに通っているものをね割と選んでみましたですね。まあ、センターがちょっとこう詰まり気味で、こう両サイドに行くにしたがって少し 広めのね理想的なトップ材ではないかと思いますけどね。マーチンのねこのバインディングとサンドホールのねセルですけども、このバインディングもねエイジドホワイトやったかな、ちょっと黄色っぽい感じのねヴィンテージ風な、そうピックガードもね別光柄のピックガードになってまして、エボニーのブリッジでございますね。エンドピンのねこの、 上のマークもねちょっとなんか赤っぽいね、なんか独特のなんかヴィンテージ風なね雰囲気になってます。こちらが指板でございますけどね、指板も一応エボニーということにはなるんですけども、非常に綺麗なね、真っ暗なねムラのない綺麗な指板ではないかと思いますね。で、そうマーチンの D28 のねこうドットポジションのポジションマークね、ローポジションに行くのは大きくてハイポジションはちょっとちっちゃめっていうね、まあドットのね、ポジションマークでございますね。で、これナットでございますね。で、ヘッドでございます。ヴィンテージタイプのヘッドね。で、この、ゴールドにの周りに黒い縁取りになるね、これもやっぱりヴィンテージのね。で、ベルがこれでございますな。グローバーのオープンギアね。で、このボリュートがついててね、マーチン D28 の特徴でございますね。で、ネック材は一応ね、ハードウッドということになっておりますね。ハードウッド、いわゆるマホガニー系の材でございまして、実際にマホガニーが使われている場合もあるそうです。はい、その、これもね、非常にマホガニーらしい雰囲気の材ですけどね、この辺りも全然全く綺麗なネックということでね、デレクさん頑張って選定いたしましたですね。サイドバックのローズでございますね。こちらもね、綺麗な木目のものをちょっと選定してみましたですね。はい、ね、実に綺麗な材ではないかと思いますね。そのサイドもね、このね、綺麗に目が通っておりましてですね、反対側も同じくですね、よっこらさんも、はい、こんな感じでございますね。ね、見るからに、引き下げでしょ。エンドピンは今、抜いてやりますね、マーチンの。ね、ハードケースに茶色い、ちっちゃい袋にね、エンドピン。このデザインと同じタイプのエンドピンでございますな。はい、ざっとこんな感じでございます。では、サウンドチェックに行ってみたいと思います。はい、ではね、ちょっとピックガードのところね、シール貼って、傷つかないようにして、ちょっと。
こんな感じでね、てな感じでね、やっぱりコードストロークのねガーンっていう音はね、やっぱりマーチンらしい音をしてるんじゃないかと思いますけどね。もちろんフィンガーピッキングでもね、はい、こんな感じですかね。詳細に見ていただいてサウンドチェックもしましたですけど、いかがでしたでしょうかね。やはり、ワールドスタンダードなギターということでね、マーチン D28 スタンダード、まさしく王道なルックスと王道なサウンドでございましたですね。まあ、ルックスの方はといえばですね、やはり選定されたギターということでね、材の綺麗さとかね、サイドバックも綺麗ですしね、指板のエボニーも美しい黒いエボニーでね、いうことはなしで、サウンドはね、あのマーチン独特 の、 あのスタンダードのドンシャリサウンドでね、ドレッドノートとかの低音のね響きとか、あとマーチンの特有 の、 その鈴なりとでも言いましょうかね、あの高音の綺麗な抜けるような感じとかね、よく出てたんではないかと思うんですけどもね。はい、このギターもね、あの私頑張って選定した一本なので、これだけですのでね、もし気になる方はですね、概要欄の方にホームページの URL も貼っておきますので、一つご覧いただければと思います。本日はですね、マーチン D28 スタンダード、こちらのご紹介をいたしました。はい、この動画がね、少しでも参考になったなと思っていただける方は、ぜひチャンネル登録とグッドボタンですね、よろしくお願いします。はい、デレックの石本がお送りしました。